風刺画、ルイ・アントワーヌ・ジュリアンは、フランスの指揮者、軽音楽の作曲家。ジュリアンは、南仏アルプドイコールオートイコールプロバンス県、シストロンで生まれ、ルイス・ジョージ・モーリス・アドルフ・ローチ・アルベルト・アベル・アントニオ、アレクサンドル・ノイ・ジーン・ルシアン・ダニエル・ユージン・ヨゼフ・ル、ブラン・ヨゼフ・バレーメ・トーマス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 。ピエール・アルバン・ピエール、モレル・バルテロマイ。 アルトス・アルフォンゾ・ベルトラン・リュードーネ・エマニュエル・ホスウェイ、ヴィンセント・リュック・ミヒエル・ジュールズ・デラ、プレーン・ジュールズ、バザン・フリオ・セザール・ジュレオンという長い名を付けられた。この36語もある名はシストロンの公共楽団員たちが付けたものだとされている。ジュリアンは長じてパリ音楽院に学んだ。ジュリアンはもともと音楽の中でも軽音楽的な形式のものを好んでいたこともあって、 学校での席地は低く、パリのカフェ、ジャルダン・トゥルクの楽体を指揮したことからパリを追われ、借金の取り立てを逃れるために、ロンドンに移り、そこで優れたオーケストラを編成して、プロムナードコンサートを確立した。その後は、オーケストラを引き連れて、スコットランド、アイルランド、アメリカ合衆国を巡業して回った。イングランドの大衆的音楽の世界では、 ジュリアンは長年にわたって親しまれた人物であり、その滑覆の良い風貌は、派手なウェストコート姿で、初期のパンチ氏にしばしば登場した。1852年には、コベントガーデンで、ドニーゼッティ作のオペラ、ピエトロ・イル・グランデの公演を行ったが、これは、当時の大スターだったエンリコ・タンバリックを主役に、据えたにもかかわらず、全くの失敗に終わり、 多額の制作費をかけていたために、ジュリアンは、経済的に破綻してしまった。1854年にはアメリカに渡っていたが、短期間ロンドンに戻った後、結局パリに舞い戻り、1859年には、借金のために逮捕、投獄された。ジュリアンは、最後は、オードセーヌ県ヌイッシュルセーヌの施設で亡くなった。しかし、ロンドンでは、 死後20年が経っても忘れられておらず、W.S. ギルバートは、1881年のオペラ、ペーシェンスのリブレットの中で、巧妙なる、音楽家ジュリアンという語句を歌詞に入れている。ありがとうございます。